ステージの横の白いテントの方でエントリー確認およびボードの計測の方はステージの方で、エントリー確認の方はステージ横の白いテントで、ボードの計測はステージ上で行います。選手の皆さんは至急エントリー確認およびボードの計測の方を済ませてください。クラスはボディモードはい、マツさん、山田さん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、T シャツパンをもらってください。 SML、 はい、はい、頑張ってください。行わないと、競技に出れないと思われますので、白いテントの方でエントリー確認の方を済ませてください。ボードの計測の方はステージ上で行います。ロングボードの計測の方はステージ上で行います。繰り返します。エントリー確認を行っています。選手の皆さんはステージ横白いテント、こちらの方で、エントリー確認を行ってください。ロングボードの計測の方はステージ上で行っています。ロングボードの計測はステージ上で行っています。ロングボードをエントリーしている選手の皆さんは、ロングボードの計測の方を、よろしくお願いします。まず僕の方からは数点連絡事項とありますのでよく聞いてください。ですね、この今プレハブ2階建てのプレハブがあると思うんですけども、この一番近いところに、この前が A ポイントになる予定です。それとちょっと後ろの方にビーチに2階建て あのプレハブが建ってると思うんですけれども、あちらの方が B ポイントになる予定です。で、先生、我々静止一郎はスポーツマンシップにのっとり正々堂々と戦うことを誓います。やっぱり前にね、なかなかこういうことが前にね、もあるそうなの でこの第1ヒートが終わりまして、でずっと時間が空きしたいね、そういう暖かい。Thank you.
デッカムライト、さまざまな選手さあ、それではまもなく3分を切りますので、海に入ってスタンバイしましょう。次のボディーボードのファイナリストをね、どうぞ。さあ、グリーンが行っています。さあ、高さのあるレベルを見せたのゼッケングリーン、ルーキーフォート。ゼッケンブルー、ノーゼンジングで笑顔フォート。失礼します。さあ、これからコンセッションで、ホワイトウォーターへ、ブロータイグリーン。カード綺麗に、さあ、2発、そして3発と決めていきます。さあ、このバックハンド、大江亮太選手、やらいった。非常に綺麗なライディングを見せます。そしてフィニッシュ。さあ、決めていきます。このね、カード全部後技できたでしょ。もしかできないんです。できるんですか。できないんです。できないんですけど、もう1本目が、はい、1本目はちょっと出ないって言ったら、どうするか。もうちょっと出たことない。ヒートが行われています。このヒートの次の第4ヒート、第8ヒートが終わりますと、さあ、ローカルゴーさん、メンズオープンクラス優勝は村上俊選手、昭和の俊選手です。そして準優勝は西重森君、お忙しいでした。頂上メンズオープンクラス優勝村上俊殿、以下の部分です。おめでとうございます。さあ、そして